です。今のお気持ち聞かせてください。ここ数試合、ノーゴールで引き分けで帰ってくる試合っていうのが、多かった中で、やっぱりチーム全員で今日の試合を絶対勝とうと、強い気持ちで臨んだ結果が、今日の勝利につながったと思います。本当に今日もたくさんのファンサポーターの皆さんに駆けつけていただいたおかげで、あの勝利につながったと思います。ありがとうございます。トップで勝つことでした。その時の気持ち、ちょっと聞かせてもらえますか。高木選手のニアでの素晴らしに尽きると思いますし、セットプレーであれ、チームの勝利に貢献できたことを本当に嬉しく思います。さあ、そしてこれからアウェー仙台を経て4月半ばにベルディ戦、今度は西に行きたいと思います。さあ、山口に勝利をまた持ってきて帰ってくれると思いますが、次に決める意気込みを聞かせてください。今日のように最後まで粘り強く、勝利というものを、引き寄せられるように、また次もいい準備していきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ゴールを期待しています。次の MVP は山口です。